朝8時、今からベースキャンプ入りです、今日は。何もしない。今日からだ。エベレスト。あれですよ、今回行くの。エベレスト。行くかね。行くかね、ってか行きますけどね。エベレストです。いやー、お願いします。今回もどうぞお願いします。ホーリーウォーター。あ、いやー、エベレストだね。いやー、いいなー。いやー、かっこいいわ、やっぱり。ホーリーウォーター組んでます。着きました。エベレストはあっちだ。いや、いいっすね。贅沢なテントです。だだだ、食事テントとこちらの泊まるテント、一人一つ贅沢。やったね、素晴らしいな。支給品ソーラーパネル、やったね。倉岡さんからいただきましたソーラーパネル。お、すごいのこれ。いいね。ん？どうすんだこれ。お、すんげえ電源がいっぱいある。これもソーラーらしいぞこれ。ん？ソーラーかな。テントも物も出したし、竹内さんの3年前エベレストについに行きました。ケロちゃん、三段目。今日はずっとゆっくりです。エベレスト、なんか見てます。風が強いんだろうな。トイレのテントです。これが今後ずっといるであろう食店です。はい、はい。今日は旗を作ろうかな。今日のはいいかな。旗をちょっと持ってきたやつ。三段っぽい節電みたいな。はい。ああ、なるほど。この辺ですが、いや、8300の C3。 なるほど。雪が降る。あそこ結構じゃあ両線長いんですか。長いっす。長いんです。横さもないんですよ。ええ、背さもないんで600年。片側が切り立ってる。切り立ってます。ここ裏も切り立ってますけど、あ、裏も雪壁になってて、裏はね、真っ白の雪壁なんですよ。へえ。傾斜はありますけど、こっちは岩場で、ほぼ両線のこっち側をずっと行く。ああ、そうなんですか。じゃあずっとあそこ通ってくんですね。フィックスはある。フィックス全部あります。ああ、よかった。まあ、これから張るんですけど、ネパール側とチベット側どっちが急っていうかな、両方同じようなもん。チベットの方が急なところが多くて、ちょっとまあテクニカル、チベットの方が、はい、あ、そうなんですか。で、ね、南側はアイスフォールとかロッツフェイスがあるんで、あ、危ない、危険なんですね。チベットの方が急だけど安全性、安全チベットは安全でちょっと難しい。あの山頂で今日、今回この衣装が一番やりやすいと踏んで、フラミンゴです。フラミンゴだったらこのメガネをかけてこれをかけるだけなんで多分いけると思うんですけどね。ドフラミンゴ